Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedy Rizqi, mahasiswa teknik mesin Politeknik Gajah Tunggal. Sini saya akan memperagakan menggambar pulley sport di software AutoCAD 2017. Ini bentuk 3D-nya hasil jadi dari pulley sport. Saya nanti akan menggambar seperti ini dan di konvert ke 2 dimensi. Langsung saja start dan start drawing. の花が舞い落ちるこの景色をいつか僕たちは並んで見ていた。今ではそのほとんどが嘘になってしまった言葉を心から伝え合いながら見上げれば空は君に見せたいくらい綺麗で、耳を澄ませば駐車場の緑色フェンスの前にも至る所で君の思い出が笑ってて、随分住みにくい街になったな。忘れたくなくて何度も何度も
てたみたいに僕の痛いところを見つけて手を当ててくるから、君はきっと未来から来たんだろう。いらない思い出だらけの僕の頭を君は笑って抱きしめてくれた。人生ならもう何もいらない。
かったはずなのに、電話握りしめて朝まで口実を探していた。胸の痛みはどこにいたのか、こんなことになるまで何もできない。手からこぼれ落
私がいつでも笑っているのは弱い自分を隠すため、私があなたに優しくするのは嫌われるのが怖いだけ。
でも君に会いたいけど会えない理由が山積みなだけじゃなくて本当に大切にしなきゃいけないものに気づき始めたが声でもう
人が好きなのかも。隣にいる私じゃ勝ち目がないってことも本当はもう知ってたの。あなたが恋に落ちてゆく、その横で私はそっとあなたに恋をしていたの。何にも気づかないで笑うあなたの横顔をずっと見ていました。最初から
仕方がないだろう。僕は窓を開けて、春が終わったことを知った。それなのに人も家も空も何も変わらない。街が悲しかった。今年の夏は花火に行こうね。君が残してくれたものを見つける旅を思う。ああ、なぜ君を信じられなかったのだろう。二度と戻らないと知っていながら笑ってた。あの頃には戻って
中で僕たち
Mungkin